4番の新山、9番佐藤慎太郎、東北勢の後ろ1番の郡司、3番の吉田がそれぞれ乗り換えてきます。4周3コーナー、8番の太田が内側で抵抗する先行争いです。内が太田、外新山、もがき合いです。スピードが上がった。残り1周、4番の新山が前に出る。8番の太田は下げて3番手、2番手粘るか。2コーナーで3番手下げました。7番手から2番の清水、7番手から長い距離いった。地元清水を拾うとロングかまし、6番の園田が離れた。1番の郡司が松浦を乗り換えた。ロングかましです。あと1周、7番松浦後ろを見た。1番の郡司が3番手、9番佐藤慎太郎4番手聞いたから、5番の小倉も切り替え5番手、3番手が1番、郡司が仕掛ける。7番の松浦抵抗、松浦の抵抗乗り越えていた。郡司公平が乗り越えて捉えた。1番郡司先頭、7番松浦2番手、1番郡司先頭、圧巻のレース快勝でゴール。1番7番3593着どうか。1番外吉田拓也の伸びが光ったように見えますが、3着争いリプレイ見ます。平が8番手、残り3周から動き出した。二次予選は7番手からまくり返して勝っています。マーク4番の坂本隆であります。青森勢川端の横でまず新山一呼吸置いた。1番吉田がちょっと間を空けている。吉田と新山同期の2人、外から3番の新山、4番坂本、青森勢が近畿勢を4周4コーナーで一旦抑えます。7番手から8番の川端智樹はスーッと流れるように上がってくるのか。打鐘の周回です。一気に攻めていきます。8番の川端か、三度先行か。新山を叩いて先行、青森勢がここはどうする。3番の新山は車を下げた。9番の野原は6番手、1番の吉田は8番手、ホーム手前6番手から9番の野原、5番の東口、徳島勢の横は通過と小倉止められない。川端を2コーナーで野原がまくり返した。5番の東口、2番の小倉飛びつく、1番の吉田がまくるが東口が止める。7番の神山キーガリ4コーナー待った。9番野原先頭、野原先頭、5番の東口、東口400勝。1番7番2着微妙決定をお待ちください。このまま決まれば東内押すとも3連勝が通算400勝。9番の山下和樹がライン3番手です。軍事の横を通過した大谷馬、同期末木を抑えます。4周3コーナー、まだ先頭馬残っている状況です。2番の大谷馬が前、4コーナー早めに行きます。3番の軍事公平が赤番前から前に出ます。打鐘の周回、そして4番の末木が外から追い上げて、同期の太田と4番手取り合うか。太田の外を4番の末木、6番の古谷、山勢が叩けるか。軍司がペース上げた。佐藤慎太郎が山勢の動きを食い止めた。内側から太田リマが追い上げて4番手、ホーム手前から踏み込んでいく。まくるが太田の足の貯金がなくなってしまった。それだけ軍司のかかりが良すぎます。切り替えた柏の4番手、山下は5番手、6番手から8番の松岡まくる、松岡さんまくりは5番手でいっぱい、4番手から柏の追い込み間に合うか直線、3番郡司、1番佐藤慎太郎捉えた。1番3番7番佐藤慎太郎です。審判の決定をお待ちください。3周回8、9番手伊藤園田、九州2社動く。南関東勢の横でまず足を止めてじわっと上がってまいります。8番の阿部がどうするか。ここは4番の伊藤がそのまま前段接近です。九州勢の後ろに渡辺、内藤、南関勢切り替えた。動きが速くなった。まずは松浦の上から伊藤相馬が抑え、さらにその上から2番渡辺が赤番から2周先行か。打鐘の周回、4番伊藤3番手、8番の阿部は5番手、6番手の間を空けた9番松浦7番手、
東北勢が潜り込んでいく。3番手4番手が並走です。これを松浦、隊列が短くなってじっくりと見極めています。2センターから4コーラ、7番手から松浦が反撃に入った。5番手、4番手、3番手、さらに迫ってくる2番手、内藤の抵抗、その上を乗り越えていきます。松浦、その上からもう清水が自分から踏み込んでいきます。松浦の上から以上は清水、そして7番の桑原、地元両者ができた直線コース。3番の園田がその後1番7番3番で入着です。審判の決定をお待ちください。リバット姿勢を警戒、先に吉田の動きに清水が合わせる。軍司は冷静な対応か。4周3コーナー、1番清水が前に出た、8番桑原、7番園田、6番の東内は終始この後ろ、5番の軍司は7番手下げた。残り2周で2番吉田、9番神山、リバット姿勢が前に出た。清水はすんなり3番手、打鐘の周回、5番の軍司は7番手です。シリーズ初めて7番手下がった状況、車間は来ている。残り周半の打鐘、2番の吉田が決勝戦先行、清水は3番手、東口6番手、軍司は7番手、縦1列です。一本棒ホーム7番手から軍司が行ったが落車がもつれました。3番4番5番7番4人が落車、転倒、競争5人、3番手から清水がまくっていく。9番の神山止められない、1番の清水が前に出た、8番の桑原、6番の東口、4コーラーが直線、清水先頭、清水先頭、清水広投抜き出してゴール。1番8番6番9番2番で入着も、you